はい、こんにちは、シモンです。本日は、黒マルチ。一人でね、ちょっと数があるんですけれども、こちらの黒マルチをですね、畑の方に設置したいと思います。はい、それではですね、一人でやる場合なんですけども、準備がね、半分できているんですけれども、この黒マルチですね、真ん中にですね、穴が開いております。穴が開いているので、竹の棒をね、支柱に普段使ってるやつをですね、ずずっと長く伸ばしまして、で、レンガの上にですね、まあ、レンガがね、置いてあれば、レンガでいいですし、まあ、大きな石があるならね、石ころでもブロックでも何でもいいと思うんですけれども、まあ、こんな感じでですね、筒、刺した状態にして、置きます。で、普通はですね、まあ、多くの方は逆でやると思うんですよね。はい、刺した方をですね、おそらく持っていくと思うんですけども、これ結構ね、200メーターのもの買ったので、重たいんですよね。でね、手広げながら、足広げて、バタバタ行くのもなかなか大変なんで、私の場合はですね、先にバーッと向こうまで持ってって、反対側までね、持っていってですね、反対側から徐々に押さえて、押さえて、こちらまで戻ってきて、そしてカットという手順で行ってみたいと思います。はい、それではですね、作業に入りますけれども、畝ですね、だいたい1メーター、弱ぐらいかな、茶色くなってますけれども、これね、何日か前に先に畝はもう実は作ってあったので、表面乾いてしまいましたので、若干ね、鶏糞をね、パラパラっと撒いた上でですね、水をかけました。まあ、ちょうど撮影にね、わかりやすくなるっていうのと、ね、乾いた表面をね、若干湿らせて、じょうろでね、ちゃーっとね、濡らしたぐらいです。そんなにね、深くまで入れてません。ちなみにこの畝はですね、さつまいもに使いますので、べちょべちょにはしません。あんまりね、水分そんなに入れなくても大丈夫なので、軽くね、表面のね、土が飛ばないようにかけたぐらいだと思っていただけるといいかなと思います。では、引っ張っていきます。センターのね、ここ、ラインがあると思いますので、まあ、これをね、基準にいきます。はい。で、これまたいでね、行っても別に構わないんで、こう、コロコロコロと、こういうね、転がっていくのがわかると思いますので、これをですね、ちょっと今日風がね、強いんですね。よしよしに、すでにレンガが置いてあるのがわかると思うんですけども、こちらの方ですね、一旦仮に押さえたいと思います。風が強い日だ、本当に。さっきより強くなった。はい、ということで、仮押さえを、していきたいと思います。まあ、もちろん理想はですね、風のない日にやるのがベターではあるんですけど、こんな感じでですね、押さえながらポイントを確実に真ん中のねラインが引ってるのを確認しつつですね、要所のブロックを後ろからですね、軽く引っ張ってね、軽く引っ張ってたるみがないようなイメージで。押さえてください。結構さっきみたいに風があってもできるよっていう証明になったかなと思います。はい。こんな感じ。という形でですね、とりあえず押さえます。で、このままだと、やはりね、今まだ風でね、隙間から風が入るので、煽られますからね。ここからですね、土をね、かぶせていきたいと思います。まあ、ペグでね、止めていただいても構いませんです。もともとペグ持ってるよっていう人はですね、ブロックの代わりにですね、ペグ打ち込みながらやってもいいと思うんですけれども、私のように最初にガーッとね、一人で持っていく場合については、向こうまで行ってから押さえるので、ちょっとね、ペグ大変かもしれません。まあ、ブロックとか石とかね、重しがあるものであればですね、パッパッパッと、乗せてしまうのがいいと思います。で、この後ですね、隙間にですね、土を持っていって、それから、まあ、ブロックはね、しばらく、今日みたいな風強い日はね、代わりに、しばらく落ち着くまで置いておきます。ここもね、まあ、とりあえず押さえてあげますと。そして、残りはカットします。まあ、カッターだったり、ハサミだったり、何でもいいとは思います。あ、後半綺麗に切れた。はい、というような感じですね。土をかぶせるところはですね、電源が落ちてました。はい、ということでですね、あとはですね、土をそのままレンガの上にね、乗せちゃいましたので、まあ念のためにね、しばらくはどけて、レンガも
置いておくといいと思います。よいしょ。こんな感じですね。斜め上からね、こう押したような感じで乗せてあげるといいと思いますよ。マルチをね、一人で張ってみました。本当はね、もちろん二人でね、二人以上でやるのが理想ではあるんですけれども、家庭菜園の場合はね、時間が合わなくて、一人でやる方もいると思いますので、まあ普通の人と逆のパターンでもできるよというのをお見せしました。はい。じゃあね、今日は簡単でしたけれども、マルチ、普通の人と逆パターンで張ってみた。バイバーイ。じゃあねー。